これはちょかて、ほい、おお、みんな見た？これ、もう、あ、俺死んだって、死んだわってなった瞬間に、これ、は？俺強くね？いいよ。そこ隠れてる。いや、声隠れてるって聞いたりして、グレポンが聞くんですよね。あのさ、2個投げてるやが死んでくれ。はい、どうも、ジャルダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW3、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、結構まあ僕の DM だとかにもね、問い合わせがあった内容で、まあタイトルね、サムネに書いてあると思うんですが、実はカスタムの方にある、こちら、アンダーバレルにあるグレポン枠ですね。はい、これが実は今現在削除されてて、まあ爆発するグレポン、ドリルチャージ型のグレポン、いろいろとありましたが、すべて削除をバンされております。てかまあ今見て気がついたんですけど、多分マスターキーもなくなってますよね。なんかドラゴンブレス付きのマスターキーとかもありましたが、そちらもすべてね、アンダーバレルから削除されております。だから今現在こちら残っているのが MW3 の、アンダーバレルだけなんで、ジャックリムニッパーと、ピリファイアだけですね、っていう形でロマンが削除されてて、これがですね、やっぱ知らない方からしたら、なんでみたいな、俺らのロマン返してくれよっていう、やっぱ問い合わせがすごいんですよ。やっぱ僕の視聴者さんって変態のロマン民が多いからさ、めちゃくちゃ問い合わせがあったんでね。でまあ一応そちら回答するっていうことでこちら動画撮ってるんですけど、こちら公式的にちゃんと回答があって、実はバグが見つかったんでね、一時的に削除してますよ、隔離中ですよって感じだから、まあ安心してくださいねとね。だから今後永久的に使えないってわけではないんですが、ただなんかね、1週間くらいこれも隔離続いてるから、バンされてるから、結構復活するの遅いんじゃねっていうのがね、海外で言われてて、まあ復活する目処とか分かってないんですよ。だからまあ僕の視聴者さんからしたらね、うわマジかよって、今シーズンやる気なくなったわとか、ゾンビで結構使ってたのにとかね、マルチでも僕愛用してたのにって方多いと思うんですが、安心してください。実はね、ある武器だけ抜け穴がありまして、まあこれ公式さんは多分わざとやってないと思うんだけど、マジで抜け穴だと思うんだけど、こちら SVA545 ですね。はい、こちらのアンダーバレルの最後の方を見てみたら、なんと、はい、グレポンが残っております。いや、なんでーっていう。しかもね、これ短所書かれてないんですよ。まあ、一応ステータス上ちょっと減ってるんですけど、書かれてないんですよね。これバグだから逆に残ってるって感じなんかな。いや、わけわからんよね。バグが見つかったんでグレポン削除しました。けど、バグでなんかグレポン残ってますって。いや、もうわからん。もう頭混乱するって感じだからさ。ちょっとあれですよね。頭痛が痛いってやつですよね。まあ、そんなことになるんで、ちょっとね、まあ、何個かちょっと確認していってるんですけど、多分 SVA545 だけかな。抜き穴で MW2 武器とかも使えたらいいんですけどね。なんか、ちょっと確認してみましょうか。DG もダメ。ファマスもダメ。そして MW2 武器もダメですね。はい。はい。お！カスタフ76に使える。AK タイプはなんか使えるっぽいな。はい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 。カスタフ74U どうだろう？同じ AK。いやー、てかそもそもこいつグレポンなかったよね。確か付けられへんかったよな。いや、545いけんじゃないの？同じ AK シリーズのグレポンでしょ？あ、いけるわ。なるほどね。なんかまあ AK タイプだけバグで使えるみたいですね。まあもちろんのことながら、バトルライフルだとかも使えなくなっちゃっているということで。まあだから今 AK でしかロマンプレイができないわけですよ。ただむしろ今グレポンがね、いない環境なので、まあもともと流行ってないからあれなんだけど、いない環境だからこそ、今グレポン使えば目立てるんじゃね、強えんじゃねということで、早速、僕だけね、この MW3 の世界戦でグレポンを使ってやっていこうかなと思います。はい、ということで、まあこれからはですね、コールオブデューティー MW2 だとか、MW3 に関するとかですね、上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では参りましょう。さあ、ではこちらキルコンファンドでギリシャやっていきたいと思います。ちょっと本当はね、オブジェクト系ルールとかでガンガンキルストだとか、あとコンビニあたりのグレポン、電空の装備ですね、まあ、セムテックス2個投げミニューションとかでも弾薬補充してみたいな形で、一生ドミビーとかね、旗ね、こういじめていこうかなと思ったんですけど、ちょっととまあキルコンなんで、まあ引いた形でしっかりとまあ A 抜きをアバカンらしい感じのまあ定点もやりつつ、まあところどころグレポンだとか投げ物を使って、まあ爆発縛りじゃないですけど、まあ爆発物をうまいこと使った実況プレイやっていこうかなと思います。まあまあたまにはいいですよね。まあコールオブデューティーと言ったらグレポンだって方もいるぐらい、やっぱ爆発物ってね、まあ典型的な戦法ですから、しっかりとこちら使ってやっていきましょう。いきますよ。とりあえずグレポン直当ては決めたいな。うん、お尻にグレポン直当てすることを座薬って言うんですけど、となんかあの干潮するその座薬がね、このグレポンのあのでっかい 40mm の弾に見えることから、昔からイニシエからそう言われてるんですけど、手前これはちょかて、ほい、おお、みんな見た？これもう、あ、俺死んだって、死んだわってなった瞬間に、これは俺強くね、もしやグレポンの、あ、もうし、あ、でもあいつ消えてくんねえかな、ヘイメーカーモント。マジでウォーゾモバイル、あれ出していいの本当に。俺それが一番心配なんだけど、ヘイメーカーモント出していいんですか、ウォーゾモバイル。はい、しっかりとヘッドライン。グレポンね、皆さん爆発物だと思ってませんか？違います、至近距離武器です、僕からすれば。はい、もうこのね、
よいしょー。このね、投げナイフだとか、近接武器を極めた私からすると、もうグレポンなんて、あれなんです。投げナイフと同じなんです。近接武器なんです。ははい、オッケー。いいね。こっち扉閉めといて、見る。来てるかな？ここで角待ち。これ角待ち強いからね。はい、リロードする。からの、投げも来てる。待って、フラッグ怖いよ。当たらへんよな、それ。大丈夫。来いよ。あー、危ねえ、ナイス。俺なんでこれ生き残ってんのー。まあ、けどいいや、とりあえず全部キルソン回った。オッケー、ナイスすぎる。からの、モスキートドローン、オンライン。届け、俺のハンターキラー。はぁ裏取り、まあ一人やったけどいいけど、なんで目の前リスポンしてんねん。まあ、これちょっとモスキートドローン後ろ出すことによって、後ろの陣地は崩れずに、捌ける。これあ、間違えた。俺グレープ落ちたかったよ。ちょ、ボタン配置ミスってる。これは僕のミスです。これは僕のケアレスミス。はい、裏取り来てるけど大丈夫、負けません。SMG に勝てる SBA545 いいね。初弾当てればね、SBA 強いんで。てかまあ今シーズン強化でクソ強くなってるんで、まあ、ぜひ SBA 使ってほしいところあるんですけど。まあ、てか、あれだな、敵さん結構突っ込んできてんな。ここにクラスター出しといて、味方さん大丈夫かな？ちょっとそっち見とくよ。はい、カモン。右見とく。さあ、モスキートが当たってくれるんじゃないか？ファー！スナイパー！こんないやらしいとこ隠れてるの見えんの？いや、グレポン直当たりしか殺してね。いや、てか今作さ、あれなんだよね、グレポンが弱いんだよね。そう、実は MW2 のダメージソースでやってるからさ、全然爆発ダメージが弱いんよ。そう、ワンパンがほぼ取れない。と言っても過言でもない。来いよ。この敵弾発射機はなかなか微妙ですね。あれ、グレポンって敵弾発射機だってね。奥おるわ。奥おるけど、いや、俺死んでもいい。俺死んでもいいからタグだけ取る。味方ナイスカバー？ナイスカバーすぎる？ナイス！いや、お前またワンパン武器ロングボット待って。俺さぁ、ロングボット平面感にやられてばっかなんだけど。ちょっと、本当に。もう、ワンパン武器やめよう。俺、AN94 やね。おとなしい武器やね。来いよ。ちょっと当てとく。いや、心固まり。いや、ちょっとめっちゃ壁貫通してきてる。はい。投げるじゃん。からの、ここ！違うな。もうちょっと固まり来て。はい。固まり魂、セムテックス、ニコ投げ、弾幕からの、はい、いいところを見てみたい。はい。グレポン、はい、グレポン、はい、おる。いやー、ちょっと待って、もう全然キル取れへん。あ、ちなみにこのミニションボックスは僕が10時間以上かけて獲得したやつです。はい、全然知らへん。ジャケ持ってねえのによ、おかしいだろー。多分120ぐらいしかダメージ出てないんじゃないこれ。150系としてこれどうなのって感じだけど。ははは、ほんまに。ちょっと待って、マジで。グレポン弱すぎんだけど、これ。負ける。ちょ、点差的にやばいって、これ。タグやばいな。スタン投げるじゃん。スタン投げといて、転がしといてからの、はい。これ前出るじゃん。はい、前出た後簡単。グレポン作業。来いよ。そこ隠れてる。いや、声隠れてる敵に対してグレポンが効くんですよね。あのさ、2個投げてるやんか、死んでくれ。わ、セブテックス投げて、やったいね、これ。デンクロ装備してやったいね、皆さん。どう思うこれ。やばない？さすがにやばくないこれ。ははは、きついっすけど。よし、これで回収。リロードして。はい。回収。来いよ。いるよな？まだいる？いるか、奥。いるね。はい。爆弾当てて、はい。当てて、ナイス。こういうことですよ。このね。悲しみの向こう。ミスった。このね、一個じゃ知らなければ二個投げればいいって。死ぬまで投げよう、ホトトギス。この戦法が来ますね。これ裏取りいけますね。ちょっと UAV 出てたら怖いな。ちょっと僕の赤点完全に一バレしちゃうんだけど。さあ、裏取リング。誰もおらへん。ごめん、多分リスポーン変わった。あ、てか UAV 出されてる。やば。待って、UAV 出されてる。やばいって。一人やる。これタグ取って、後ろおるな。これはクラスターマンやんけ。はい。ここクラスター出すことによって私は無敵なんです。で、そっち味方抜かれてる。はい、抜き返す。はい、迫撃まで溜まったよ。しっかりと KD 取ってこ。KD もタグも取ってこ。いいね。ウィルソンがヘイト食らってよ。ナイス。待って、右おるわ。オーケー、ナイス。で、ちょっと弾のリロード体力がないんで、一回下がりつつ、ここでですよ、皆さん。はい、弾の補充。このミニージョン出すことによって、また、無限デンクロ編。いや、即座にこれでまた出せますね。来いよ。おった。ほい。なるほど。セムテックス投げる。セムテックス投げ。わーい、セムテックス直当て。いや、これ計算ですからね、皆さん。これも結局やっぱ爆発物の、弾幕ですよ。これ最強ですから。はい、クラスター。こうやって後ろ守ってもらうことによって、まあ、タグも取りやすい。で、グレポンまだ一発残ってる。これが、ラスト、ファントムバレットだ。ファントム！おはははは、気持ちいい。いや、やってんねーこれ。いや、これグレポン刺さってるよ。もしや、これ強武器なのでは？ティア1。いや、ティア SSS ランクあるな。グレポンは。いや、わかる。俺にはわかるよ。これグレポン刺さってるよ。これ、みんながさ、過小評価してるだけで、ね、ちゃんと使えば強いんじゃないかと。私は声を大にして言いたい。ほっ！オッケーオッケー、ちょっと当てる。いや、これアシストでいいんですよ、これアシスト。で、ここでほら、来るから、来い。これ。これで、ね、ちょっとのダメージソース与えるだけで、味方のアシストになるじゃないですか。まあ、これでいいんですよ。そう、コールオブデューティーはチームプレイなんで。そう、個人競技じゃないね。チームで勝つんで。そう。
まあコールオブデューティーやってるやつなんてどうせねあれなんですよ、あのオーナー跳びでもねチームプレイができなかったやつだと思うんですよ。あの最強に刺さる悪口っていうのがあって、まるまるくオーナー跳びの時毎回足引っかかってそうだよねって、これ最高の悪口ですから。うん、それに該当してるコールオブデューティーユーザーたちですけど、やっぱりねコールオブデューティーとなればチーム戦をねするのがウィンですから、しっかりとこれでかましていきたい。ほら顔出してこいよ。はい、セムテックス投げる。はい、セムテックス投げる。で、ちょっと当て、おーい、まあまあまあ攻めて飛んだ。オッケーオッケーオッケー。やっぱ結局やっぱ投げ物なんですよね。そう。エイム力がなくても勝てるっていう。その、ドッジボールするだけでいける。だってもうここ、このね、クロスエアで合わせて投げ物投げるぐらい、誰でもできるじゃないですか。それなんですよ。それができるんで、マジでこの、はーい、ここにクラスターか、わからんかった。やっぱね、誰でもキルができるってなったら、やっぱこのセムテックス2個投げからの、グレポンですね。詰めてくるよな。はい。オーケー、これもう誰でもできんじゃん、これ。別にエイムいらないでしょ。そう、エイムいらずに、ちょろっと見て、ちょろっと撃つだけ。はい、簡単な作業ですね。はい、これ抜く。で、私体力的にないんで、この裏の敵の角待ちうざいから、ちょっと、あれですね、モスキートドローンやって、ここいらたりの敵を一掃してもらいたい。頼むよ。さあ、ここでちょっとタグ取れないんで見る。ここで、はい、グレポ。カモン。はい、カモン。いや、ここの定番来へんな。裏ドリングからの、一人、持っていく。なあ、味方抜かれてるんかーい。それ。いやけどめっちゃ GG してる。これやばい。もうネタプレイできへんかもしれない。普通にアバカン使っていいですか、俺。普通にアバカンを使ってよろしいか。13発残ってる。タグ取るよ。はい、タグ取る。いやー、ロングロング。けど大丈夫。タグ取れる、タグ取れる。いや、味方ちょっとタグ気をつけてね。やべえ、負けるなーこれ。いや、これタグやばい。このタグやばい。いやー、ちょっと取られたら。なあ、なんだそれ。頭めっちゃ飛ぶ。頭2発切る。MTZ76 に強すぎ、マジで。嘘だろ？そんな綺麗に頭2発入る？やばいやばい、抜かれる抜かれる抜かれる。味方きついよ。はい。これちょっと当て、弱ー！まあ負けた、最悪ー！いや、まあまあいい。俺の個人競技の中では、勝ってたから。グレポを使ってる戦いとしては100点満点の試合取れたんでいいでしょう。まあ、強いて言うんだったら、グレポン使わなければ、まあ、勝ってましたね。てか、何グレポンって。そもそも、体力150の敵に対して結構溶かすの厳しいんだけど、これでアタッチメント枠1枠消費は、なかなか、ロマンですね。はい。まあ、すべては言うまいということで。まあまあ、決してクソ武器ではないとは思うんですけど、ただまあやっぱね、使ってる使用率だけ見たところ、本当に誰も使ってないから、そういったところやっぱロマン民だとか、これはロマン枠みたいな感じの武器なのかなと、アタッチメントなのかなと思います。まあただ強くなりすぎてもね、まあ昔のコールオブデューティーグレポンで結構荒れてましたから、そういったところ公式もね、そこら辺は結構センシティブというか、まあしっかりと調整入れてくれてるんじゃないかなということで、まあ、まあ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 いいんじゃないかなと個人的には思います。これぐらいの性能で。はい、そういったところね、ちょっとロマン枠が今現在削除されてますが、一部使えるということで、ぜひぜひ皆さん今のうちにね、誰も使えない状況ながら自分だけが AK タイプで使えるという優越感に浸ってね、いただければなと思います。はい、ということでこれからはですね、コールオブデューティーに関する、最新情報だとか時事ネタとかね上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。